さあ勝負に来る、ここ勝負の時、ツービツ、いやー生きた、2人とも生きて勝った。正面ここワンボックス被ってるところ、いやー勝てるんだそれ。おー、トーマスを倒してる、ナイス。ザオさんを倒してる、ナイス。ロケットラムで一気にハイグラウンドの勝負、いやー飛んだ飛んだ。さあどうだ、いやパパ倒した、いやー 1v1v1v1 残り4チーム4名生存、いやー頑張れ。カナダと、いやー、やり続けるね。ブキトリ、ブキトリ、いやー、SMG、取ったのはどっち？カナダだ、カナダが取ってる。さあ、マリブカはアサルト一丁。さすがにこれはカナダ各入れた。さあ、その知財を触りたかったけど、ここはカナダエイジャレス。ただ、その漁夫をきっちり見てたけど、さっきのマッチ、漁夫られたけど、ここは漁夫対策してますね、きっちり。EU のパッド最強かもしれん。いやー、マニーメーカー。おい、ナイスナイス、ボビーさん、いいワンパンすぎる。これはボビーさんとラークさん、勝負にいってる。マニーメーカーと。スナージに対して、いやーでもボビーさんロイスピーカー、これを入り込んで屋根の中一気に返して、いやー持ってきたけどな、いやメイバンでこの体力強すぎるな。でここはラークさん一旦引いたかな、引いたね、ラークさん引いたね、いや惜しいな。現実拡張はファーストショットガンにファーストアサルトもダメージを取るためだけの構成やな。もう運営のお気に、絶対これミニポーション故意的に置いてるでしょ、やばこれミニポ絶対釣りやん、餌にしてるって。これがハイドチームです、皆さん、この簡単に添えてるミニポーション1個がハイドチームの、まあ誰もが思いつきそうなことではあるけど世界大会で使えるみたいですこれ。いやーペポさんだ、いやーしかもこれ突っ込んでくる、これ、いやーやめてくれ、戦闘中速ファイト、タイニーとミシャが、これでも相手の物資も分かんないからな、ペポさんとザゴーさんはもう物資ある人が突っ込んできたって思うからね。でもミシャは実際は資材まさかのゼロ。さあ初動、いやーえぐマジで強いな、いやーこれマジ分かんないもんね、ザゴーさんからしたら。いやー取った、持った、持ってった、いやきついか、いやーバケモンだ、対面最強すぎる。クーパーメロン入り込んで、いやマジでここのファイト毎回勝ってるのすごいな。このシンプルなアサルトで押していくだけのリフレッシュ毎回成功してるから、やっぱクーパーの IGL のタイミング、あとメロの嗅覚もあるやろうけど、このシンプルな倒し方できてるのマジで選べてるんやろね。さあもう1位取るなら2キロで取るしかない。ああムキムキパパさん、シノさん生きてるわ、生きてる、ああいけるか、いやちょっとポジション苦しいけどな、センさん生きてる、センさんデナさん生きてるわ、セカンドハイあたりリチュアルリートのところにいますね、センさんデナさんちゃんと生きてる、頑張れ。さあああでも2タッチ落ちてるね。さあここはなんとかトゥータッチの相方バークスかな、生きてるけどまあ厳しいは厳しいな。シェロンさんフルヘルスやけどパパさん HP ないから、これやっぱ物資厳しそうやな。いやメロまた倒してる、強すぎる、メロが止まんないわマジで、やっぱ天才か。いやーでもちょっと怖いけどな。さあロケットラムで一気に相手の建築を壊しながら先端へ、クーパーはもうここで使い切った、5マス、5マスじゃない1マスフルピースで全部出し切った、あとメロ待ちですね、一旦メロの合流待ってる。さあおお、センさんがブーが倒してる、センさんがブーが倒して粘ってくれ、メロと合流、合流できるんやそれ。さあ資材ゼロ、でもこっからや、あえてクーパーはメロに先に行かせて、さあそして後ろからここはショットガン、いやービコもソロ、いやービコも落とす、クーパーメロ強すぎる、飛び出るタイミングが甘い、ただメロ持っていかれた。さあどうだ、さすがに厳しい、さすがに厳しい、ここは一桁順位まではいけてない。さあバークス、ここは一人でどこまで、クラッシュパッドは多分ミス、
さあここでもう一回クラッシュパッド。ハイグラミル、資材はちょっとしかない。一旦円の先端、あーローミング持ってるのか、ローミング強い。さあここでローミング先端いって、さあ残り10位、15チーム生存、15人生存。パパサンシェルモン、いや生きてる生きてる、パパサンシェルモンさん生きてる、2人で生きてる、しかもヘルスある。いやだいぶでかい、今までで一番物資いいと思う。いやどうや、ハイグラウンド、カナダ、いやうますぎ、ピースコントロールやらないで、ピースコントロール、いやただ、いや落下だ、惜しい、惜しい。そしてバークス、どこまで伸ばすんや。え、っていうか、シェロンさん、パパさんあるぞ、これ。めっちゃソロ多い。めっちゃソロ多い。いや、いけいけいけ、倒せ倒せ。いや、めっちゃソロ多い。2人で生きてるチーム、3パーティーぐらいしかいない。ここで1パーティー落ちて。スレッズ8位まで来た、8位まで来た。シェロンさん、パパさんいける。スレッズソロ、ここは資材ギリギリ使ってセカンドハイまで登っていく。ハイグラ誰かわからんな、ハイグラがどうなんかがわからんけど、パパさん、シェロンさん今真下、スレッズの真下、足元木のボックス、ちょっと資材はないか。さあ先端いった、さあ6位まで来た、6位まで来た、いける。いやスレッズ倒した、来た。パパさん、シェロンさん2人とも生きてる。3撃破に3撃破、めっちゃ強い。6撃破をしてる合計、さあ5人、5チーム制度、いやフルパーティー、いやパパさん押した、いやワンムイワンムイワンムイワン、残り4チーム4名生存。いや頑張れ、リュウシー帰ってくる、リュウシー帰ってくる。ただ物資はちょっと厳しい。いやシェロンさんのクラッチならある、シェロンさんならクラッチできる、頑張れ。ワンムイワンムイワンムイワン、シェロンさんは生きてる。さあリュウシー資材1枚、ただヘビーショットがシェロンさん来る。いやナイス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 、スレッズもきつい、スレッズ、いやでもフレヘルス来た、3位まで来た。シェロンさん頑張れ、シェロンさん、ワンムイワンワンムイワン、いやちょっと2位、ナイスナイス、でかすぎる、ナイス。おお来た、8位、8位、8位や、ウキウキパパさん、シェロンさん8位や、8位にいる。1位は316ポイント。いやーこれはメロかなー、あー戦うんや。いやーマリフカさすがにきつい、マリフカさすがにきつい。いやこれもう物資状況自体がカナダ側に降りた方が強いんだよな、多分レース上って。いやー持ってかれたね、カナダ。エイジャレスがまずマリフカ持って、おお、ステインさんここにいる、ステインさんここにいる。スキンすごいな、カイリースキンすごいな。これあれか、シーミーの外回りや、頑張れ頑張れ、センさん、ナイスナイスナイス、簡単。でもインフィルトレーターポンプだ、これシャープトゥースにちょっと不利。さあ武器はちょっと不利やけど、センさん頑張ってる。デーダーさんも外から合流してくれてる。いやセンさんきつい、いや強すぎるわ、スナイパースナイパー強すぎ。ステインさんはさすがにきついか、これさすがにきつい。いやー持ってかれたな、アストロキー、カイリーが。ここはまずステインさん持ってって、デイダーさんこれはさすがにきついね。さあえ、対空倒した、おー倒してるわ対空。ここはアイドロップ、ここ取りに来たし、強すぎ、一瞬でワンパーティー、アイドロップマッピー。一応来れてはいるけど結構武士減ったね。シェロンさんがバディール倒してる、シェロンさんがバディール倒してる。マジで一桁でフィニッシュあるって。おおトーマスも倒してる、ナイス。ザオさんも倒してる、ナイス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 。日本ラッシュギター、いけるよ。ザオさんの本拠地帰ってきてるからな、現在1位、もう1位は確定したような、もう世界最強のパッドプレイヤーがここで誕生する。勝負にでも行くとき、これはもう勝負のとき。いやー建築すかしてみて、いけると判断して2人で重なって勝負に行く、勝負に行く。クーパー入った、クーパー入った、メロが正面、ここワンボックスかぶってるところ。いやー勝てるんだそれ、勝てるんだ。ただ違うチームが勝負に来ているところをなんとか横にずれて、クーパーがセーフティーゾーン作って、さあ下に降りた、落とされた、ここの落とし込み、クーパーはさすがに厳しい、さすがに持っていかれたが、メロがここカバーで持っていっている。さらにここはアンチライ耐久でミストを使って、さらに今取ったダウンタイムに対して勝負に行くのか。いやーアサルト当てすぎ、いやーでもここか、さすがに落ちるか。いやでもでかいでかい、ここでめちゃくちゃリフレッシュ強いパーティー落ちてくれたらでかい。コールドも落ちた、いけるぞ、ザゴーさんたちいけるぞこれ。パパシェロン、ここはライズが上位全員落ちてく。さあどうだ、神セッティ、やっぱり神セッティなのか。いやー神セッティめっちゃビクロイ取りそう、もう神が状態最高級すぎる。なんだこの虫、円も無限に見れてるんで、これはビクロイ取られるか。
アジアどうだ、わかんない全然。さあどうだ、パパさん頑張ってほしい。さあここはロケットラム、ハイグラウンドいない、ハイグラウンドいない。あーザーゴーさん落ちてるか、ザーゴーさん落ちてる。ラークさん生きてんのすごすぎでしょ、ラークさん生きてる、なんで一人でここまでずっと生きてる。神設定大ブロー、 HP ロー。さあここは残り、いやーラークさん落ちた、残り14チーム、残り14チーム。神がここは先頭行って、いやー神セッティが最後有終の美を飾るか。これ神は状態いいけど、セッティどうかわからない。さあどうだ、ここはちょっと当てて、さらに神がリフレッシュ狙っていく。もう視点が早すぎる、セッティが丁寧な進行、ここでボックス作って、さあウォーターフェイまで来た、珍しい。ハイグラ、今ハイグラはストライカーか、ストライカー。おお、ムキムキパワーシャドウ生きてる、ムキムキパワーシャドウ生きてる、2人で生きてる。ローグラウンド12まで来た、あるぞ。9以上取ったらもう1桁確定や、日本初めての1桁いける、いけるぞこれ。ビッグロイまで伸ばしてくれ。残り11チーム19名生存、ほとんど2人、エイコーンがソロ。いやー神設定を超えていかないといけない、神設定を超えていかないといけない。多分エイコーンとラークさんくらいじゃない、1人。いやーこれはエイコーンも厳しい、だいぶ厳しい。資材ゼロ行くしかない、でも2人に見えたらいけないんで。おお戻り合い引いた、エイコーンの引きが強い。神設定、神セッティはここで前に伸ばしながらローグラ行く。いやー神セッティ強いわ、めちゃくちゃうまい。さあローグラウンドかぶった、ローグラかぶったところ、ムキムキパパ生きてる、パパさん生きてる、パパさんでも一人。いやーパパさん厳しいか、ポジションちょっと狙われそう。なんとか外に逃げてるけど、めっちゃ追ってくる。いやー2人やからな、でも7位で終わった、7位で終わった、7位で終わったぞ。これはマジであるんちゃうか。さあ神セッティ、ここは神セッティがローグラウンドを掘りながら、残り5チーム9名生存、ソロが1人だけ。ここは外回りなんとか耐えて、いやー勝負に行く、 SMG 当てまくって、さあ 2v2v2v2、 残り全部フルパーティー。神セッティ勝てるか、まず落ちる。さあハイグラウンドはチチョトゥルーレックス、さっきのマッチ勝ったチーム。神セッティローグラウンド、ちょっと物資は苦しいか、ロケットラム拾って、さあ勝負に来る、ここ勝負の時 2v2、 いやー生きた、2人とも生きて勝った 2v2v2、 ローグラウンド制覇してる。さあ 2v2v1、 間が1落ちたか、ハイグラウンド勝負してくれてる、ハイグラとローグラの 2v2 まであと一歩。神セッティ勝つかこれ、やはり世界王者はちゃんと強いか。チチョトゥルーレックスは、ここが、バットマンムーが一人、ソロが来る。さあ、勝負に来る。ロケットラムで一気にハイグラウンド勝負。いやー、飛んだ飛んだ、さあ、どうだ、空中対空撃たれてどうだ。さあ、神も 1HP、ギリギリ、ただ倒してる。1V2、1V2 でミスト起動。トゥルーレックスは HP ある。さあ、1V2 で、神セッティはロー HP 二人、対トゥルーレックスポジションと体力有利。どうだ、セッティが、ここはカバーの根元崩し、神が近距離狙って、最後は2人で重ねてくるか。いやートゥルーレックス資材なし、これは神とここの勝負。いやーライトハンドピーク、さあどうだ、 1V1 セッティ対トゥルーレックス、いやーセッティ体力足らない。ここはチチョトゥルーレックス、ここはギリギリ耐えていく。いやー神セッティもえぐいな、でも GG や。チャンピオンはメロクーパー、世界最強のパッドプレイヤー誕生。いやー一番タイトル取ってるパッド選手がやっぱりちゃんと世界大会は優勝しましたね。フォートナイト史上初公式世界大会パッドプレイヤー世界一、いやー強え。おお、すげえ、すげえ。日本5位。いや、すげえ。マジですげえ。20万ドル ?20 万ドルやで、みんな。3000万やぞ。えぐい。おめでとうございます。日本最高記録。